さあカール、ちょっと順転の意味が分かってないのか、また逆転してきました。そう、ポールに当たらないようにって今言ったばっかしなんだけども、やっぱし当たることに執着してる。で逆手で滑る、なぜか順手なのにもかかわらず逆手で滑ってしまってるっていう、多分滑り出すと頭の中飛んじゃうんだと思います。